水戸天皇磯町、山田陵、武田大子母廃所山田手勝家古墳は、大阪府南川地軍大使町山田にある古墳。形状は宝墳。磯長古墳群を構成する古墳の一つ。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により、磯町、山田陵及び、武田大子母として、第33代水戸天皇、武田美子の合葬両母に事情されている。 大阪府南東部二条山山六の一祖八において今後産地から伸びる第一上級領の西端部に築造された古墳である。江戸時代の治む領で大規模な改変が加えられている。ほか、現在は宮内庁事情の天皇領として道庁の管理下にあるが、これまでに宮内庁所領部による調査等が実施されている。墳給は三段築成。一段目は正方形。 三段目は長方形であるが、一段目形状には、構成の改変可能性が指摘される。紛糾表面では、天意志が認められるが、埴輪はないとされる。主体部の埋葬施設は明らかでないが、東西に長い紛糾の特徴から、横穴式石室2基が、東西に並び、いずれも南方に開口したと推定される。古書では、いずれかの石室内部における石管2基の、 存在が記述されている。被葬者は明らかでないが、現在は、区内庁により、第33代、水古天皇及びこの武田美子の合奏領母に、事情されている。磯端では、長方形墳、または双方墳の形式として双子塚古墳や派出塚古墳が知られ、石室に木の点や墳球比率の点で共通性が、指摘される。また磯端では、 水古天皇陵の他微立つ陽明光徳天皇陵と聖徳太子母が伝わっており、これらは、梅鉢古陵と総称される。山田高塚古墳の航空写真国土、交通省国土画像情報をもとに作成。三段築生の墳球のうち、一段目は、東西59メートル、南北55メートルと、ほぼ正方形であるが、三段目は、 東西34メートル、南北25メートルと東西に長い長方形であり、かつ三段目は相当な急斜面をなす。噴球全体の高さは11メートルを測る。特に一段目のプランは、春日高山古墳と同一になるため、江戸時代の治む量の際に、春日高山古墳に則っ,って改変されたとみられ、元は一段目も東西に長い長方形であった。可能性が指摘される。 噴球南側には前底部上の平坦地があり、それを含めた領域全体は東西75メートル、南北72メートルを測る。また噴球東側、前面には空堀りが認められるが、1979年の調査によればその包みは後世に水田上に造作されたものとされる。山田高塚古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁では、 第33代、水古天皇及びこの武田美子の合葬陵母に、事情している。水古天皇について、日本書記では、水古天皇36年3月、原人に崩御したとし、同年9月、原産に遺症により、武田美子の領に葬ったとするが、所在地、両名に関する記載はない。一方で、古事記では、五陵座用のお鏡、 後と戦課長大量なりとして、王のお鏡から、課長、大量への改装の胸が見えるが、こちらには、武田美子との合奏に関する記載はない。縁起式書量量、原4では、水古天皇領は、遠領の、磯町、山田領として記載され、河内国石川郡の所在で、町域は、東西2町、南北2町で良子1煙、主子4、煙を毎年当てるとする。 また、不創略記源一によれば、公平3年に、水古天皇三両で、洞窟があったという。その後、玄禄の,の丹生の際には、堺武与が、原料の存在を報告している。また古書では、横穴式石室の内部には、石棺二基があって、右が、水古天皇棺で、左が、武田三子棺であると見える。ただし前日のように、 本古墳には2期の石室の存在が推定されるため、性格を規定するには、石棺2期の石室とは別の石室の内容も考慮するべき点が注意される。山田高塚古墳から望む双子塚古墳なお、水戸天皇、武田美子の真の合奏陵墓としては、東方、約200メートルの双子塚古墳に否定する説もある。他、改装前の両母については、上山古墳に否定する説がある。 所在地交通アクセス周辺原点出店。ありがとうございます。